どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回はバンプオブチキンの曲を1曲語りたいと思います。プラネタリウムという曲です。こちらは大変名曲だと個人的には思ってます。出だしがね、やばいんですよ。4畳半を広げたくて、4畳半を広げたくてプラネタリウムを部屋で作るっていう、この発想がすでにない 僕らはない。すげえ発想だなと思いました。4畳半のこの狭い部屋をプラネタリウムを作ることで宇宙空間にして、部屋を出てないけども全てを手に入れたっていう発想、これはもう参ったね。そのプラネタリウム出した時にはもうバンプはね、もうすでにトップアーティストでいろんな素晴らしい作品を出しててね。そして久しぶりの新曲っつってプラネタリウム、バンプだからこうね、星のことは結構天体観測しかり、そういう感じのタイプできたなと思ったら、やーべえなこの歌詞っていうのが僕の印象です。プラネタリウム、だからね、本来ない、星、穴を開けて、その星の名前は僕しか知らないっていうとことかね、なんかロマンチストだなって思うし、もうこの曲はすごいなと思う。で、なんか大体その曲ってちょっと背中を押すようなポジティブな面があったら、素晴らしいとは思うんだけど、その希望があったりね。プラネタリウムって曲がそんな感じなのに全然解決しないんだよね。全然引きこもってんだよね。そこがね、このマジックすげえなっていう なんかプラネタリウムでこう全てを手に入れてね、よし前に進むぞみたいな感覚に陥りそうなんだけど、全然進んでないんだよ。全然まだ引きこもってんだよね 引きこもってんのにこんなに明るくっていうか希望が溢れててっていう、それはやっぱりその宇宙を手に入れたからなんだろうね。それをしっかり表してるんだね。それがすごい、この曲はね。です。ぜひプロモーションビデオ下に貼っときますんで聞いてみてください。おすすめです。虹色音声、今回はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。